皆さん、こんにちは。一般社団法人不登校ひきこもり予防協会代表の杉浦です。今日の動画のテーマは、不登校保護者会、オンラインでも参加大丈夫です。動画を聞くメリットですが、創業したフリースクール高卒支援会、どんな雰囲気なのか、本当に立ち直った本人や保護者が発表しているのか。こちらは、昨年高校2年の大河内くんが不登校改善合宿をやってですね、昼夜逆転を改善した発表会の様子をお送りさせていただきます。不登校保護者会では、ちょっとした前に相談も行っております。予約があれば個人面談も行っております。フリースクールに入会しなくても見学は無料です。ぜひ。ユースじゃないけども、そういう場所とか、まだいける？よし。高校生の大河内大成です。最近あったいいことは、昨日、生活改善合宿の打ち合わせ、の発表の打ち合わせと称して、根本さんに飯をおごってもらったことです。よろしくお願いします。会長は、会長の杉浦です。よかったことはやっぱり大河内君に尽きると思うんですけど、僕が最初に理事長時代に面談させていただいたんですけど、こいつどっか行っちゃって、おばあちゃんとおばさんだけが大阪から来てて、で、俺なんでこんなとこにいるんだよみたいな感じで連れられてきたんですよね。それがなんかこう、一緒になんかスキー合宿行っても懐かずに、なんか一人で単独行動してどっか行っちゃうような子だったんですけど、高校2年になって今、なんていうのかな、合宿なんかをこう見てると、やっぱり後輩の面倒見てたりとか、今なんかこう受け答えなんかも普通ですよね。これやっぱりもう本人の努力と、プラススタッフがね、やっぱりある程度フォローしてくれてたからだと思うんですよ。僕は何もやってないんですけどね。だけど、すごくなんか成長したなっていうのは、今日見て取れるので、それが嬉しい。以上です。生活リズム改善合宿の発表します。名前は大河内大成です。 NPO 法人高卒支援会に来た経緯は、中学2年生の時に家庭の事情で関西方面から東京に来るも、学校に行くのがめんどくさくなり、不登校引きこもり傾向になりました。その時に心配してくれたおばあちゃんが本を読んで相談に来て、おばあちゃんと一緒に新宿の教室に行きました。東京に来てから学校に行ってなかったので、フリースクールに通ってます。次のページお願いします。中学3年生の時にちゃんと自立しないといけないと考えて、都立高校を受験しました。受験対策をしてもらって合格したんですけど、2ヶ月でほぼ留年が決まっちゃって、その当時、根本さんと日頃から LINE でやり取りしていて、留年になることを相談したところ、転学ができることが分かり、高卒支援会に戻りました。現在は学生寮で一人暮らしをしながら通ってます。生活リズム改善合宿に行くことになった経緯は、めんどくさがり屋な生活なので、性格なので、週3くらいしか通えてなくて、その性格を直すために行くことになりました。あと、合宿で自分と見つめ直す時間を作り、将来何やりたいかを考えるために参加しました。生活リズム改善合宿とは、朝から夜にかけて先生の力を借りながらも、生徒たちだけで自立した生活をしながら自分を見つめ直す時間を作り、自分のミッションステートメントを見つけることを目的とした合宿です。ミッションステートメントとは、7つの習慣に登場する全てのものは二度作られるという原則に基づいた習慣で、家を作る前の設計図のようなものです。合宿初日は、各自朝昼晩の3食分の費用4500円を渡され、事前に考えたメニューの食材を自分たちで買いました。左下の画像が買ってる時の画像です。僕は2日目を担当したので、カレーの食材を買いました。何を買っていいか分からず、時間がかかりました。初日の夜は、チンジャオロースを作りました。火力の調整が難しくて、なんか生肉が混入していて心配でしたけど、お腹は誰も壊さなかったので、翌日からは火の調整に気をつけようとみんなで話し合いました。ご飯を食べた後は、ミッションステートメントを書く時間で、一つ考えてその後にすぐ爆睡しました。夜の10時に寝ました。合宿2日目は、朝7時に起きて、夜は雨が降っていて、とても寒かったです。朝は雨が降っていなかったのと、他に人がいなかったので、爆音でラジオ体操をしました。朝はパンに醤油をかけて焼きました。とても美味しかったです。
昼は白塚くんの担当の炒め物を作りました。また雨が降り、雨の中釣りをしました。雨がひどくなったので避難してカレーを作りました。夜は寒かったのでレモネードを温めて飲みました。体力的に辛い日だったので、合宿3日目は体力的にも辛くて、朝は昨日の晩のカレーの残りを食べました。初日と2日目がずっと雨で、3日目でようやく晴れたので、みんなで川で遊びました。左下の画像が、小口くんに水をかけてる画像です。キャンプ場では相乗りタクシーというものがあり、近くの足湯スポットに連れて行ってもらいましたが、帰りの相乗りタクシーの時間が3時間ぐらいあって、暇すぎて四つ葉のクローバーを3つぐらい見つけました。夜ご飯は小口くんの担当で、サーモンのフライという難易度の高い料理に挑戦しました。とてもお腹が空いていたので、ベーコンエッグも一緒に作りました。3日目になると、飯盒でご飯を作るのにも慣れてきて、焦げないように作ることができるようになりました。最終日はミッションステートメントを完成させました。自分が書いたミッションステートメントは、自分の生活を見つめ直して、おばあちゃんとか親にいっぱい迷惑をかけたんで、もう、あんまり迷惑かけないように、留年しないように、単位を取るように頑張りたいっていうのを書いたのと、将来やりたいことを考えました。一つに絞れなかったので、三つ候補を作りました。一つ目が学校の先生で、二つ目が看護師で、三個目が農家です。将来は田舎に引っ越したいと思ってます。ご清聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは、引きこもり中高生でお悩みの保護者様に解決法をお伝えするため、不登校引きこもりから立ち直ったご本人の保護者の動画を中心にアップしていきます。次回の保護者会で成功体験を発表するのはあなたです。当会は子どもたちが規則正しい生活をし、自信を持ち自立し、社会に貢献する未来を実現します。というミッションのもと、115万人以上の9060引きこもり問題を予防し、SDGs4、質の高い教育をみんなにお目指し、情報発信していきます。ご賛同いただければ、いいね、チャンネル登録、興味のある方への拡散をお願いいたします。